クックリーナーはイギリスのピラフォームリミテッドが開発したマイクロソフトウィンドウズに対応したハードディスク内部の不要なファイルやレジストリを削除するためのツールである。また2014年にはアンドロイド版もリリースされた。各種ソフトの履歴や一時ファイル、不要なレジストリを削除する機能を持つ。対応ソフトがシステム内に インストールされているかどうかを確認するようになっており、インストール済みソフトに対してのみ削除オプションが表示される。対応ソフトは多言語で広く普及している多くのものに対応している。不要、ファイルレジストリ削除ツールの中でも特に人気のあるソフトウェアであり、公式サイトによると5億回以上ものダウンロードがあったと発表されている。対応言語も非常に多く、 日本語を含む30以上の言語環境での利用をサポートしている。クセンハンサーを追加することにより、さらに機能の拡張が可能である。下記の危険性に関してはいずれもピラフォームがエバストソフトウェアに買収された後である。2017年8月にリリースされたクックリーナー5.336162と、 クックリーナークラウド1.07-3191にマルウェアが仕込まれていたとシスコシステムズが9月に公表した。すでにバージョン5.34が公開されていた。アンインストールやバージョンアップだけでなくバックアップからの復旧やシステムイメージの再形成を行ってマルウェアを確実に削除する必要があると勧告している。 Google Chrome のプロファイルが失われることがあるバグを修正したバージョン5.42 6499を2018年5月に公開。クックリーナーで Windows 10エプリル2018アップデートのフォントキャッシュを削除すると Windows が起動しなくなる不具合のため2018年6月公開のバージョン5.43ではその機能を無効化した。 バージョン5.45でアクティブシステムモニタリングに利用状況をピラフォームへ送信する機能が追加されたことが問題視され公開がバージョン5.44に戻された。ありがとうございます。